お待たせしました。もう足がないです。すごい派手。彼女は？あ、いない。あら、あ、貴重だわ。マーミンの言ってこーわい。あ、テルさん、こんにちは。お待たせしました。もう足がないです。はい、もうちょっと、はい、ちょっとゆっくり行きましょう。朝、うん、4時半ぐらいに出たんですよ。早い、すごい、いい天気でよかった。ねえ、天気予報がちょっと前は悪かったですよね。一応ホテルだけ予約して、うーん、ヘルさん合流、この道から来た。ヘルさん合流して、これからトーマスバーガーへ行ってこーわい。止まります。ストップ。ここからもうサイクリングロードなので、ありがとうございます。この間カープ来たんよね、ここにね。左です。ホールあります。右です。右です。なんかこう広島側ってもうずっと平坦で行けるじゃないですか、はいはいはい、でも大島だけなんであんな峠避けれんのっていう。もう大島だけですよ、あんな。この周り側から、うん、そうなんですよ、あそこ避けて通れないから。もう初っ端と、もう帰り、あのね、結構帰ってからあの坂登らんといかんっていう。帰りに登らんといけんのかも。なんでさ、そう、もう初心者の時はもうあそ宮古保峠が嫌で嫌で。あねえ、登りは本当に登れない。ねえ、私もです。ここ白バイの練習場なんですけど、今日は白バイじゃないですね。すごいな。上手。本が好きなの？本が好きなの？到着です。到着。ここもね、着きました。よいしょ。トーマスバーガーさんに到着。ここがね、新しくできたテラス席です。ワンちゃんも自転車も OK。サクラックはあそこにあります。おすすめ、私は BLT が好きなんですけど、うん、このバーベキューソースが好きで、これだけなんですよ、バーベキューソースって。他のはこっちはスパイシーバーベキューソースで、とトマトソース。辛いの好きやったらトムスバーガー。
肉肉シールが上がったら肉肉バーガー。肉肉ね、肉肉。うん、肉肉。BLT のバーベキューにしようか。お腹すいた。カロリーメイトしかけてない。あ、そうなんですか。マリーさん、かわいい。カバンを持ってきてくれてますね。カバンあります。お土産稼いできたんですよ。あれわーい。これ、あの、地元の、うん、あの、何駄菓子駄菓子屋で売ってるやつで、俺ら子供の頃からずっとあるやつで、これは尾道にしかない。あ、そうなんですね。本当、尾道。始めてみた。ありがとうございます。お土産いただきました。これね、3番がなかったんですよ。あ、そうなんですか。で2番なんですけど、はい、使ってみてください。いいんですか。どうぞどうぞ。いいんですか。どうぞどうぞ。ありがとうございます。嬉しい。買いに行こうと思って買いに行かなくちゃと思ったんだけど、嬉しい、ありがとうございます。いい、今度買いに行きます。 あ、いい匂い。大丈夫ですか。うん、いい匂い。うん、いい匂い。てるさんが尾道で美容室されてるんですけど、ここで販売してるオイルをプレゼントしてくれました。ありがとうございます、てるさん。ありがとうございます。お土産もいっぱい持ってきてくれました、尾道から。何キロ走ってきたんでしたっけ ?120 キロ。120か。いやいや。120キロ、朝4時半に。そう。もう、足がなくなりました。はい。ありがとうございます。いえいえ。こちらこそ、ありがとうございます。すごいね。松山で一泊して、明日帰ると。はい。はい、お疲れ様です。乾杯。こんにちは、イケメン女が来ました。こんな道から来てくれました。2人で来ました。はい、マジですか。なんかめっちゃ焼けてないですか。僕、うん、ここだけ焼けたんですか。はい、動画で見ることです。動画の人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 です。すごいな。え、車で積んでくるんでしょ。でもいや、あの、来たのはもう尾道から全部自走で、あ、うん、自転車、自転車で。花水木もう散っちゃったかな。ここはね、ずらっと桜並木じゃなくて花水木並木なんよね。若干花びら残っとるけど散っちゃったな。細い細いあのワイヤーの T シャツ持ってない。あー、そうなんですね。もう本当に島並仕様。もうちょっとです。こちらが銀天街です。商店街でございます。到着。マスターいつもの。なんで答えたらいいの。恥ずかしいね。恥ずかしいって。それ何が出てくるかな。冷たいのしようかな。いつもの。いつものね。冷たいの。いつもの。冷たいのね。めっちゃ誘導するやん。いつものいつもの。ありがとうございます。いつもの。これがいつものです。カフ
ティラテ。写真撮る前に多分飲んじゃったいつものやつ混ぜちゃった。ティーシャーク好きですか？ごちそうさまでした。はい、ビルトマーコーヒーでした。次は道後に行ってこわーい。行きます。道後到着。お茶列車です。すごい、こんなにぎわっとるの久しぶりやね。次はド派手な道後温泉本館に行きます。すごい派手。ほら、整理券配られるんだ。整理券も終わっちゃったんや。すごいね、人気なんやね。すげえ。そうです。あ、さっきフォローした。あ、さっきしてくれた、ありがとうございます。嬉しい。見る気持ちます。コメント。あ、そうです、コメント。あ、まさか今日は終わらせた。すごい、ロードバイク乗ってるんですよね。あ、そうです。昨日すれ違ったらしい。あ、昨日なかった。さっきそこで飲んでたら、あれなんか、もしかしたらと思って、そう見たら、あ、いたっていました。いや、ありがとうございます。え、今広島に住んでるんですか？あ、そうです。おー、あの尾道から走ってきたんです。マジですか？走ってきました。マジか。日本から帰るんですか？無理です。え、若いですよね。あ、今25です。25歳、若い。ロードバイク何に乗ってるんですか？フェルトです。フェルト乗り。40年前のモデルなんですけど。あ、そうなんですね。ロードバイク歴は？ロードバイク歴は7年くらいです。おお、長い。ベテランだ。いや、ベテランってことではない。ベテランだ。いや、10代からやってるんですね。です。自転車乗るのにいい環境ですね。そうですね。間違いなくいい。また、ね、どっかでお会いできたら。ね、爽やか好青年です。あんまりなんか若い人に出会うことがないんで、貴重だわ。貴重だわ。マダムみたいな。彼女は？あ、いないね。あら、あ、貴重だわ。ロードバイク女子が殺到する。いやー、ロードバイク女子こっち来てからまだ見つけてない。あ、本当？なんだ。いつ来たんですか、こっち？ちょうど先月ぐらい。あ、ほやほや。まだ特になんか、こっちのコミュニティとかは全くないんで、走ってくれる人がいた方いたんで。またこっちの方に来るときとか言ってください。はい。美容師さん。そうです。ちょうど髪切りたかったと思って。ぜひぜひ。今日はね、尾道の橋を渡ってきたんです。マジで走れるの？走れるの。あ、そうなんですか。うん、だけど普段は車が多いから危ないから、あんまり、あ、ね、なるほど、乗らない方がいいよっていう。だからフェリーだけだと思ったんで。そもそもフェリーがなかった。ああ、時間的に。ああ、そうそうそう、朝6時からです。泳ぐしかない。トライアスロン。自転車頭に置くでしょ。ではまた。はい、気をつけて。ありがとうございます。気をつけて。好青年やね、水木くん。ね、素敵な出会いになりましたね。お友達が増えた。やったー。
遅い時間まで。休んでください。美味しい焼き鳥食べて。マシなんだね。ね。はい。よし、じゃあではでは。ではでは。はい。じゃあ、はい。じゃあ、帰ってこうワイを。帰ってこうワイ。急ぎ。了解です。せーの、じゃあ帰ってこうワイ。ありがとうございます。楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。さんから忘れ物してますよって連絡もらってテルさんを送ってった後に取りに戻ってます。テルさんからいただいたヘアオイルを早速忘れてくるっていうポンコツ。テルさんええ人やったな。お腹すいた。よし、トーマスバーガーさん帰ってきた。よいしょ。あ、すいません、ありがとうございます。すいません、助かりました。いや、こちらこそ忘れていってすいません。今日一日屋ですか。今日一日、ビルトマコーヒー、街中の喫茶店行って、はいはいはい、道後行ってご案内してきました。あ、そっかそっか、今日もう帰ったんですか。お泊まりです、今日は。今日は泊まり、市内のホテルにもう帰宅、はい。ありがとうございます、こちらこそ。よし、帰りましょう。忘れ物も取りに来れたし、てるさん松山ライドも楽しかったし、水木くんにも会えたし、すごいよね、2日連続でね、インスタの方にフォロワーさんに出会えるなんて。昨日は尾道で水木くんがすれ違ったってインスタにコメントくれてて、で今日まさか松山で会うなんかびっくり。あ、ここいい匂い。みかんの花がいい匂い。めっちゃいい匂い。くんかくんかしてしまう。じゃあいい香りに包まれながら帰ってこわーい。夕日が青春だぜ。